写真拡大。 DeNA のアレックス・ラミレス監督44が24日日本国籍を取得したことを発表した。1年以上前から日本国籍取得へ向けて動き始め、昨年中に取得予定だった。だが、不足していた書類をアメリカから取り寄せるのに時間がかかったと、国籍取得が遅れていた。球団事務所でスタッフミーティングを終えたラミレス監督は、日本語でハッピーです。まず最初に言いたいのは、僕の夢が叶ったなということが言いたい。何年か前から国籍取得をしたいと思っていましたが、非常に長いプロセスでその夢が達成された。愛とか信頼ですね。私の日本に対する気持ちがやっと受け入れられたと喜びを口にした。